ででは次の問問題題を始めていいいきたいと思います問題です RNA を構成する塩基でないのはどれか選択肢ですが1アデニン2グアニン3シトシン4チミン回答は4のチミとなりますでは解説をしていきたいと思います、えー、まず RNA ですね こ,ういうこれは何を表すのかイコールこれはですねリリボボというものですリボ拡散えですすねこういうものになりますではこのリボ拡酸はどのようなもので構成されるかっていうものをまずね覚えていきたいんですけども1番ですねこれ糖分がありますね糖 こういういものが入っておりますこの糖なんですがいろいろな皆さんがよく知っているグルコースとかブドウ糖っていうのはですねこの炭素が炭素が6個ある6炭糖っていう糖なんですね。はいですからよく化学式で書くと C6H12O6 これ書くと糖分なんですけどもこれは5炭糖って言ってですね炭素が 5つのです、ね、こういう糖分がまず1つきますから2番目がリン酸ですねリン酸というものがきますで3番目に問題である塩基というものがきますで塩基にはですね4種類こうやっぱりあるんですねこれが入ってきますここはアデニン グアニンですね。シトシンでここがですねウラシルというものになります。ですから回答欄をあの選択肢を見ていただきますと市民となってますね。そこが誤りですね。本来は市民でなくてはウラシルでなければいけないということになります。これがですねリボカクサンというものになります。 でこのせっかくですからリボカクサンというものをやった時についで覚えてほしいのが DNA ですね皆さん DNA のをよく知っていると思いますねこれは何かっていうとデオキシですねデオキシリボカクサンというものですねはいこういうものになりますこれも同じようにね ただこの糖がですね、ここ書き忘れちょっと忘れましたが、リボースという糖なんですね、リボース、リン酸、塩基、こっちのですね DNA は糖分がですね、はい、デオキシ、リボースですね、で2がリン酸ですね、三が同じようにアデ、ここですね、みんな同じですね。 アデニンですねそれからグアニンはいシトシンでここがチミンですねはいこれがこっちに変わると DNA になるここでこう分けてきますですからこの答えのチミンというのは DNA に含まれるチミンを答えさそうという引っ掛け的な問題ですねはいでそれともう一つ最後にこの二つ ですね、この2つの違いを覚えておいてほしいんですけどもこれの違いというのをですね、えー、せっかくですから覚えておいてくださいはいまず一つがですねこちらにも書いてあるんですがここはデオキシリボースという糖ですよそれに対してこちら側が「リボース」というもの。 で2番目がですね、えー、これはあの本数なんですが、ねえー、本数的なことで DNA はよく二重らせんと言われるので2本の鎖でできていますよ2本差ですねこういうふうにこう絡み合って2本差ですよそれに対してリボンスというのは DNA を一部複写して切り取ったような形なのでこれは1本ですよと。 一本の鎖でできてるみたいなね、一本のやこういう一本ですよというところが三個目がですね、この延期の違いですね。はい、延期というところがこれが市民に対してこちらが裏知るということになりますので、えー、RNA の今回は RNA の延期の問題ですが、こういうところで勉強していくときに DNA もうう一緒に覚えてしまうそれから DNA と RNA の違いって何だろうかなっていうのも覚えてるまあよく言うともう一つ RNA には3つあるのでこれも名前ぐらいは覚えておいてもいいかな一番目がですねメッセンジャー RNA ですねはい DNA を切り取って持っていくですねそれから、えー、リボゾーム RNA ですね タンパクを合成するときに使われるリボゾーム RNA。から3番目がですねトランスファー RNA トランス輸送するというですね若い人たちはトランスフォーマーなんてよく知ってると思うんですけどもそれのトランスこれ RNA には3種類あるよっていうことも覚えるとこの問題から知識がだいぶ広がるんじゃないでしょうか。 はい、では、えー、この問題 RNA を構成する塩基でないのはどれか答えは市民でした。